世田谷一家4人殺害事件。あなたはこの日本最大の未解決事件において犯人が未だに捕まらない理由を知っていますか？2000年の大晦日、舞台は世田谷区の閑静な住宅街。71歳の春子さんはある異変を感じていました。隣の家に住む娘の安子さん一家がなかなか起きてこないからだったんです。様子を見に行った春子さんはその数分後、血相を変えて戻ってくることに。そして震える声でこう叫んだんです。隣が、安子たちが殺されちゃってるみたい。これが悪夢の始まりだったんです。一家4人が惨殺されていたんです。そしてその現場には犯人の大量の遺留物が。まるで捕まえてみろ、そう言わんばかりに。世田谷区の閑静な住宅街で一家4人が殺害された未解決事件。大量の証拠が残されていたにもかかわらず、未だに犯人は逮捕されていないんです。そこには犯人が企てた巧妙な策略があったんです。タルトチーズケーキのタルトだけ食べたい、ケンちゃんです。ヤミヤミコです。私フルーツの方が好きよ。いや、俺フルーツ入ってない。ビスケット食べてなさい、あんたそれ、うん、あ、気づいちゃった。何？これどうでもいいわ。はい、本日ご紹介するのはですね、世田谷区で起きた一家4人が惨殺されてしまった恐ろしい事件、通称世田谷一家殺人事件というね、超有名な未解決事件なんですよ。まあ、大体未解決事件ってこう手がかりとかね、そういうのがなさすぎて解決の糸口がつかめないっていうのがまあパターンとして多いんですけど、今回はですね、なんとね、逆に手がかりがいっぱいあるんだけどなぜか解決にたどり着かないっていうね、ちょっと珍しい事件なんですよね。まずはね、どういった事件だったのか見ていきたいと思います。残忍な事件の手口。2000年12月30日、一家4人は揃って買い物に出かけていました。外資系企業に勤めていた44歳の宮沢みきおさんと、その妻の安子さん41歳。そして、両親に手を引かれ、嬉しそうにはしゃぎ回る二人の子供たち。8歳のニーナちゃんと6歳のレイ君。どこからどう見ても幸せそうな家族そのものだったんです。ところが、わずか数時間後に、とんでもない事件の犠牲者になったんです。午後11時30分頃、犯人は宮沢さん宅に侵入。まず、2階の寝室で寝ていた長男のレイ君を殺害。異変を感じた父みきおさんは2階に向かうんですが、そこで犯人と鉢合わせに。犯人は持っていた包丁で刃先が折れるほどみきおさんをめった刺しにしたんです。その後3階で寝ていた安子さんとニーナちゃんを襲撃。安子さんは犯人から必要に刺されながらもニーナちゃんをかばい続けたんですが、力尽きてしまうんです。ニーナちゃんは最後まで生きていたと見られるんですが、犯人は一切容赦せず、これほど残酷な仕打ちができるものなのかと疑いたくなるほど無残な姿で発見されたんです。無抵抗な子まで容赦なくやっちゃうってもうひどすぎるわ、本当に。いや、そうなんですよ。犯行自体のね、残虐性もね、さることながらね、犯行後のね、行動ね、マジで異常なんですよ。犯行直後、犯人は冷蔵庫を開け、なんとペットボトルのお茶をラッパ飲み、そしてアイスクリーム4個をむさぼったんです。しかしそれだけではありません。犯人はアイスを食べながらパソコンを起動させ、なぜか劇団四季のサイトにアクセス。さらにトイレに行き、便座に座って用を足していた形跡もあったんです。どんな理由からなのか、犯人は4人を殺害した犯行現場からなかなか立ち去ろうとはしなかったんです。ほんとどういう神経してんのこれ。このね、捜査にね、当たったね、ベテラン刑事の人も、この犯人のね、あまりのずうずうしさにびっくりしたらしいですよ。はい。他にもこの犯人の異様さが際立つ証拠がいっぱい出てくるんです。現場に残された手がかり。当然のことなのですが、通常犯人は逮捕につながるような証拠はできるだけ残さないようにします。ところが、この犯人はその真逆。現場にはおびただしい数の遺留物が残っていたんです。まずは自分で凶器として持ち込んだ包丁。その近くには無印良品の黒っぽい2枚のハンカチ。さらに犯人が着ていたユニクロのジャンパーやトレーナーも脱ぎ捨ててあったんです。帽子、手袋、マフラー、ヒップバッグも残されたまま。ヒップバッグってなんや？足跡も残っており、日本では珍しい韓国製のスニーカーを履いていたことも判明した。極めつけは、犯人は犯行時に手を負傷しており、現場には血痕が残っていたんです。調べると血液型は A 型男性で、薬物反応はなく、タバコを吸わないことまで判明したんです。ここまで手がかり残すってすっごい間抜けじゃない、うん、この捜査開始直後、捜査陣もね、証拠が多すぎて宝の山だって言って色めきだっていたんですよね。犯人逮捕まで時間はそうかからないだろうと思われていたんです。強盗による殺人。残された手がかりから強盗目的による犯行が疑われました。財布から現金が抜き取られた形跡があり、およそ20万円近くがなくなっていたからなんです。他にもあらゆる引き出しが開かれ、書類や衣類が引っ張り出されており、カード類はなぜか今のソファーの上に並べられていました。そしてその近くには手帳や運転免許証など生年月日などがわかる書類もあったんです。犯人は暗証番号を探ろうとしていたと考えられました。いや、こいつバカよ。カード残していったら別に暗証番号探ってても意味ないじゃない。カード現場に残してんだから。確かに。
他にも不自然な点がいくつもあったんです。通帳や印鑑は手つかずで、台所に置いてあった現金は見向きもされていなかったんです。そこで強盗目的という線は消えることになりました。ですが、ここで警察はね、慌てないですよね。まあ、捜査のね、舵をね、別の方向に切ったんですよね。現場に残されていた衣類とかね、バッグとかね、いろんなものがあったんで、警察はね、犯人像をね、立てたんですよね。スケートボーダー説。所持品などから犯人は15歳から20代ぐらいの若者だと見られています。ですがそれだけでは不十分、犯人につなげるためにはさらに犯人像を絞っていく必要があったんです。そこで警察はある人物に注目します。それがこの男性。この人物はアメリカ人プロスケートボーダーのクリスチャン・ホソイさん。スケートボーダーの間でカリスマ的な人気がある人物なんです。ですがこのホソイさんと犯人に一体どんな関係があるのでしょうか。実は犯人はこのホソイさんから多大なる影響を受けていたと考えられるんです。現場の遺留物から犯人はある香水をつけていたことが判明。それがドラッカーノワールの香水。これ細井さんが愛用しているものなんです。さらに現場で見つかったこの帽子、クラッシャーハットと呼ばれるもの、これも細井さんが被っているものとよく似ていたんです。決定的だったのは残されたヒップバッグの中から出てきた細かい砂やガラス玉。調べてみるとなんとスケボーに使われる滑り止めの成分に非常によく似ていることが判明したんです。ってことは犯人は細井さんのファンっていう感じよね、多分ね。ファンかどうかともかくとして、うん、まあ、当時ねスケートボーダー界隈ではね、細井さんのファッションをね真似するっていうのがねめっちゃ流行ってたんですよね。スケボーを楽しむ年齢層は10代から20代の若者がほとんど。一方宮沢さんは40代。もし犯人がスケートボーダーだとしたら宮沢さんと一体どんな接点があったのでしょうか。警察が着目したのは宮沢さんの自宅近くにある公園。そこはスケボーを楽しむ少年たちのたまり場になっていたんです。いたずらや悪ふざけなども頻発し、深夜まで騒いでいることもあったんです。そこで宮沢さんは少年たちによく注意をしていたそうなんです。そこで宮沢さんと揉めた人物の犯行であると考えられました。うん、でもやっぱ手がかりが多いと捜査がスイスイ進むわね、これね。ところがこの説にも腑に落ちない点があったんです。現場の状況や遺留物からは犯人はほぼ確実に単独犯、宮沢さんとトラブルになっていたのは特定の少年というわけではなかったんです。少年たちのうちの誰か一人が単独で宮沢さん宅に侵入し、これほどまで凄惨な事件を起こすかというと、それを裏付けるようなものは何一つ見つかっておらず、これ以上の進展も望めなかったんです。いや、これも違う、何なの、わからないよね。まあ、でも警察はね、ここでね、すごい重要な手がかりを見つけたんですよね。それがハンカチだったんです。ハンカチから迫る犯人像。手がかりの中でも特に注目されたのはこのハンカチ。凶器となった包丁の近くに落ちていたもの。このハンカチは真ん中あたりに3センチほどの切り込みがあるんです。その切り込みにハンカチの他の部分を通して袋状になっていたんです。犯人はどうやらそこに包丁の持ち手の部分を差し込んで犯行に及んだというんです。この方法は非常に特殊なもので、警察は国内の事件で同様の使用例がないと断定。犯人につながる極めて重要な手がかりだと考えられたんです。そこで警察はこの使用例に関する情報提供を呼びかけます。何この使い方、なかなか見なくない、この使い方。そうなんですよ。まあ、警察のね呼びかけによってね、いろんな情報ね集まってきたんですよ。実はこのような包丁を布で包むようにして持つ使用例は国内にないだけで海外にはあったんです。その場所は中国の水産加工の現場。包丁で魚をさばく際に滑り止めのため似たような方法で包丁に布を巻くことがあるそうなんです。さらにフィリピン北部でも同じような使用例が、武装した軍人やギャングたちが武器を隠すために使う方法なんだそうです。これらの情報から犯人は外国で実際にこういった使用方法を経験した人物であるという線が濃厚に。そこで被害者一家に中国やベトナムにゆかりのある人物がいないか捜査の目が向けられたんです。ですがこれでもまだ具体的な犯人像の絞り込みには至っていないんです。どの証拠もことごとく犯人逮捕に繋がんないじゃない。逆にフェイントかと思うぐらいなんですけど、一旦ここで警察はね、時間はかかるんですが確実性の高い証拠の調査にね踏み切るんです。それがね、指紋なんです。指紋採取ローラー作戦。現場には犯人の十数個の指紋が。そこで警察はこの犯人の指紋を国内の約1200万人分の指紋と照合。いや、めっちゃデータ持ってるやん。照合の結果、一致はゼロだったんです。またもや期待外れの結果に。そこで警察は総力を挙げて犯人の指紋と一致する人物を一から大捜索することに。題して指紋採取ローラー作戦。宮沢さんの親族、仕事仲間、交友関係、そして現場周辺の住民らおよそ2000人の指紋をローラー式に片っ端から採取し照合したんです。その結果はなんと一致ゼロ。結局これもダメだった。
まあ、やっぱりって感じですよね、うん、なんか結局犯人ある程度絞り込んでからローラー作戦しないと意味ないんですよね、はい、初動捜査の段階でもう指紋採取しちゃってる時点でもう終わってんすよね。まずターゲットをね絞るみたいなことがちょっと甘かったんですよね今回。この未解決事件、全く捜査が進展しない大きな理由として警察の捜査方針のミスというものがあったんです。実は初動捜査で現場の証拠集めとともに徹底されるのが聞き込み捜査、初動捜査で重要な聞き込み捜査が決定的に足りなかったという批判が警察内部から相次いだんです。警察はあまりに多くの遺留物に翻弄される形となってしまったんです。まあちょっと今まで見てるとしょうがない気もするわよね。こんだけ証拠がコロコロ転がってたらそれをもとに捜査進めちゃいたい気もするのは分かるわよね。異様に犯人にとって都合のいいような、 なんか流れになってる感じするんですけど、相手の策略っていう線もちょっと考えられてくるわねこれは、うん、この事件の特徴、それは異常な数の遺留物。これほど捜査しやすい状況であるにもかかわらず、なぜ犯人逮捕に至らなかったのか。たまたまの偶然が重なったにしては結構出来すぎてますよね。そうなんです、もう勘のいい皆さんだったらわかると思うんですけど、実は犯人には巧妙に練られた奇策があったんです。それは言うなれば逆転の発想。冒頭で通常の犯人は手がかりを極力残さないようにするというお話をしました。ところがこの犯人はあえて多くの遺留物を残すことで捜査の撹乱を狙ったんです。まあまあまあ分かってたけど、そういう作戦だったってことよね、うん、結構奇策中の奇策みたいな感じであるんですけど、結果としてね、まあ、なんか大成功した感じはありますよね、うん、まあまあでも警察を撹乱できてはいるけど、手がかりは少なからずあるんだから捕まっちゃうんじゃないの結局。もうね甘いっすよ、この犯人舐めすぎ。警察はねこの犯人の策略により最大のピンチを迎えてしまうんです。捜査は難航し、事件発生からあっという間に10年もの月日が過ぎようとしていました。もはや警察の捜査本部は焦りを隠せなくなるんです。なぜなら事件の捜査にはタイムリミットがあったからなんです。そう、警察を襲った最大のピンチの正体とは時効だったんです。実は時間とともに証拠がどんどん消えていき、証拠集めが困難となるため、刑事事件には制度的にタイムリミットが設けられているんです。それが時効という制度。�人事件の場合時効は15年、つまり世田谷一家殺人事件の捜査が可能なのは2015年の大晦日までなんです。それ以降は警察は犯人を追えなくなってしまうんです。捜査を撹乱しこの時効の状態を迎えるということが多くの遺留物を残すという作戦の狙いだったんです。はぁ、そういうとこ狙ってたんだ。まあ、このね時効制度によってどんな残虐な罪を犯した犯人も15年経つと罪を問われなくなってしまうんです。人殺してチャラになるっていくら法律でもおかしいわよこれ。いや本当その通りなんですよ。だからこの時効をねおかしいよねって立ち上がったね人物がねいるんですよ。それが殺害された宮崎美紀夫さんの父親の義行さん。どうして4人が殺されなければならなかったのか、本当の理由をどうしても犯人に聞きたい。義行さんは時効撤廃を目指し動き始めたんです。他の未解決事件の遺族たちと共に署名活動を開始、そしてこの運動が実を結びました。2010年に法改正が行われ、なんと殺人事件の時効は撤廃に。これにより犯人の作戦は大きく裏目に出るんです。大量の遺留物で撹乱し時効を狙うという作戦は時効の撤廃で土台から破綻。この事件は時効の撤廃により手がかりが多い解決可能性の高い事件になったんです。真犯人が発覚する日はもうすぐそこまで来ているのかもしれません。